はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりおでございます。大和恵子様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。政治活動資金の一部にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。支部長各位業務連絡、 NHK スクランブルデモ in 渋谷をですね、5月4日開催で調整中であります。各自予定開けといてください。支部長さんだけでなく、参加してくださる皆様も5月4日で調整中であります。よろしく、都合を上げといてください。よかったら、よろしくお願いします。実はもうちょっと遅くですね、5月22日どうですか、当局に打診したところですね、そのぐらいの時にバイデンが日本に来てて限界体制だからやめちくれって言われまして、じゃあ早めならいいのかということで、じゃあゴールデンウィークかーん、いうことで、5月4日で調整中であります。まあまあいろいろこっちもバイデン来てでも関係ねえ、でもやらせろなんて威張るつもりもなくてですね、警察を困らせる気も、ないので、妥協しております。日経新聞、2021年の出生数は84万人で過去最少と。自民党の元少子化担当大臣にお話聞きましたみたいな記事が載っておりました。ネットの反応です。そうは言ってもキモくて金もないおっさんと結婚したがる女なんていないだろう。自民のくせに珍しく正論、小道寺が部屋から出ないのが悪い、匂い嗅いだだけで痴漢って言われるから匂い嗅ぐなよ嗅ぐなよ、気持ち悪い。若者の給料を上げてあげないと、お見合いおばさん復活、減税が一番簡単で効果的なのに絶対やらない、低賃金重税だから何しても無駄、結局は金よ、という意見ありました。自民はですね、少子化対策予算のために増税するような脳みそだから永遠に成果出ないっす。税金を一回むしり取って我が手に金握ってそれを自由に使いたいっていうのが今の自民党と財務省の考えなんで、なんぼ少子化対策やっても永遠に成果出ません。靴沢案なんですけど、実質負担率 48.1% の超重税を消費税減税などで軽くする、まずちょっと身動きを軽くしてやる、こんなね、五公五民じゃ若者将来に希望持てねえよ。男女雇用機会均等法を撤廃する。労働力供給を減らし労働単価を上げる、主に男の、男の賃金が高くないとダメですこれ。女性は出産育児で大変だから、どうしても働けない期間が存在するから、女性はね、子供も産め、育児もやれ、子供の教育もやれ、男並みに働いて社会で輝けってかわいそすぎっぺ。そんなね、要求すげえ出したら、男の賃金高くないとダメです、子供増えません。なので女性がはいはいはい私も男並みに働きますっていう女性を減らしてですね減らしてですね、まあ専業主婦を増やす、専業主婦こそ出産育児してくれるからね。上の目的のため、これは労働力の単価を、賃金の単価を上げるため外国人労働力流入を厳しく禁止する。これは需要と供給の関係で、働きたいって手を挙げる人がいっぱいいると、値段下がっちゃうね。もちろん実習生制度も即辞める。花嫁修行という職業を復活させる。大威張りで花嫁修行中です言えるようにする。結婚させることよりも既婚家庭に子供4人産んでくんないかという政策にシフトする。これはですね、結婚しない人しないという選択を尊重してですね、まあ結婚して
子供産もうかなっていうモードになっている人に頑張ってもらう。一組の夫婦が4人産んでくれたら半分の男女が結婚しなくても人口は維持できる。3、4世代同居を推奨する、じいちゃんばあちゃんに言うと育児が楽であります。で、専業主婦で、旦那の母ちゃんと昼間ずっと過ごすのは苦痛なんで、自分の母ちゃんと、嫁に婿取るサザエさん方式、実のお母さんと昼間専業主婦やってますみたいな方式を推奨する。どうせ男は外出て昼間いねえんだから、嫁に介護とされんのとか嫌でしょ。だったらまだね、実の娘の方がええやないですか。異論は認めますけれども、私は少子化対策にこんな考えを持っております。無理に結婚しろしろ言ってもしやしねえから、結婚した人、子供を作る意思のある人にもっと頑張ってもらう。例えば税金優遇であるとか、3人目から1000万円あげますよとか、そういうことですね。日本政府、ウクライナや周辺国に自衛隊輸送機を派遣する方針だそうであります。 PKO 法に基づく国際人道救援活動として医薬品や毛布などを運ぶそうで、ネットの反応です。法検討士が動いた、岸田イケイケやん、アメリカに何か言われた。医療品が不足しているらしいのでよろしく、人道支援だろ、頑張って。ウクライナにも乗りつけるとか踏み込んだな。野党が大反対するが頑張れ。日本人は自衛隊を応援しています。今さらロシアに恨まれようがへとも思わん、もうためらってる場合じゃない。なぜここまで今回イケイケなのか。PKO で使う空港は防空ガチガチ、自衛隊が武器輸送したって言ってきてミサイル撃ち込まれそう。自衛隊法変えてちゃんと武器を使えるようにしてあげて、これまだ変わってねみたいなね。ヒゲの大佐が隊長としてイラクに PKO 活動に行った頃もですね、武器使用できなくて、どうすんのなんていう話、国会でもすったもんだすったもんだやってましたけれども。続報、救援第1弾はポーランドのワルシャワに荷物を下ろすで最終調整中であるそうであります。今後は週1ペースで運ぶそう。ネットの反応です。そりゃそうだわ。自衛隊参戦を匂わせるマスゴミの誘導、ゴミが嘘言って左翼が騒ぐいつものやつ。どうテレビで報道してたか知んないですけれども、ウクライナに降り立つみたいな、戦争地域、戦闘地域に自衛隊が降り立つのかーみたいな、誤解させるような報道してたんでしょうか、テレビは。在日ウクライナ大使館にですね、日本中から支援物資が殺到し、えらいことになってるみたいです。置く場所もね、てんこ盛り、山盛りで。これらも運ぶんでしょうかね。皆様は間違っても、千バズルなんか、ウクライナ大使館に送りつけませんように、被災地で役に立たなかったものナンバーワン、送りつけられて役に立たなかったものナンバーワン、千バズであります。ごもうだかロシア大使館員だが横の国人なのか共産党支持の認知症細工だか知らないけど、ロシアを刺激するなーって投稿が多かったであります。このニュースに対してね、アジアで最も憎むべき敵ってロシアの外務省に名指しされてんだから、何を今更、刺激もクソも悪化ってん、もうそんなフェーズはとっくに過ぎてます。刺激して刺激して刺激しまくってもですね、最も憎むべき敵からもっと上に上がっといいですね。宿敵ぐらい言われといなねえの。ウクライナ侵略がうまくいったら次は北海道が危ないので、ウクライナが負けないように、日本国帝国としては全力出すのが合理的ですよ。ウクライナはロシアと違って隣国でもないし領土も盗んでないんですからね。ウクライナ支援拠点としてポーランドが活躍しております。隣国なんで難民受け入れてあげたりですね、あとウクライナに入国するジャーナリストなんかの、玄関になっている。
ここも明日は我が身で、ウクライナに頑張ってもらいたいぜですね。ウクライナ侵略うまくいっちゃったら、ウクライナ越しにロシアに攻められちゃうと、ポーランド軍発表、倉庫から T-72 戦車100台が消えちゃった。ドンバス地域に多数の T-72 が出現したこととは無関係、発表しておりました。なんでわざわざ言うんだそれ。ネットの反応です。全く不思議だな。どう見ても無関係だな。消えたんならしゃあない。そろそろロシアがブチ切れ、とっくに切れ散らかしているが、多数の自走砲もポーランド国内から行方不明になってるけど、ロシア被害者の会筆頭だからしゃあない。アメリカから M1 戦車250両お買い物決定したから旧式のはいらんのやろ。ロシアと戦いたいポーランドをフランスとドイツが必死で止めてるだそうでございます。ポーランドはNATO の一員でして、ポーランドが攻められたり被害食ったりなんかすると、NATO は自動参戦で、フランスもドイツも自分の手汚さなくちゃなんねえから、必死で止めてんだって、今。1972年採用のですね、T-72 よりも、M1 エイブラハムズの方が、そりゃいいですわ。最新型、現役、実績あり。古いのウクライナに送ってですね、西側の支援で軍備を近代化できて、ポーランドとしては美味しい美味しい。消失戦車とドンバスの戦車は無関係。わざわざこれ言う意味はですね、勝たせねえがんな。ロシアこの野郎、勝たせないぞ。という意思表示かと思われます。まあ、プーチン狂ってますから、通じるかどうかは不明ですけれども、隣国で過去に侵略されているのは、ポーランドと同じ我が帝国であります。うちの古いの消すから新しいのちょうだいって、アメリカに持ちかけてみてはどうでしょうか。退役潜水艦とか国会に沈ましてですね。帝国はポーランドと同じぐらい、ウクライナ侵略を失敗させなきゃダメですよ。調子こいで北海道に攻めてくるに決まってくから、明日は我が身。アメリカ1000億円の軍事支援、決定。 EU 680億円の軍事支援決定。砲撃システム、装甲車、ヘリを含むだそうであります。これわざわざですね、ミル17っていうソ連のヘリコプター11機どっかから調達して支援するんだって。この方が運転慣れてくから、ということらしいであります。ネットの反応です。ここがチャンスと見ているな。金と兵器だけでロシアを弱体化できるなら安いもん。ロシア滅べば中国対策に専念できるから。ヘリは貴重で数揃えられないからありがたいね。クラファンやれば世界中から集まりそう。まあお金は集まるんでしょうね。でもウクライナとしてはお金よりも兵器が欲しいんじゃない。現物が、物流勝負に、物量かなこれ、物流勝負にロシアがどれだけ耐えられるか。ノルウェーは対空システム、カナダはドローンを供与するそうだ。代理戦争になってきた。軍事支援の小出し感がありますね。なんかちょび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 支援してるけど、アメリカのもう EU もですね、これ長期化狙ってんでしょうかね。どっちも勝たないように調節しながらね、国ごと兵糧攻めやってますんで、経済制裁で、本体が枯れるの待つ戦略なのかな。まあ無限補給の敵相手の戦闘は心が折れますよ、いずれロシア。なんぼ倒しても再生して蘇って、来る敵とか嫌ですもんね。心折れますよ。帝国の支援は今のところ300億円程度であります。状況次第ではおかわりあっかもしれないですね。アメリカも EU もおかわりしてるからね。ウクライナ侵略を成功させてはならない帝国としては、まあ、効率的効果的に支援したいもんですね。千羽鶴を送るなんてとんでもない話だね。効果的でも効率的でもなんでもないよね。ロシア政府、アメリカとカナダに対する報復を発表しておりました。これは経済制裁と
ロシア、じゃないや、ウクライナに対する軍事支援に対しての報復。アメリカ議員398人、カナダ議員87人は入国禁止と。まあ、ロシア入国禁止ってことらしいんですけど、ネットの反応です。行かねえだろ。行かないから別に困らない。報復になるのこれ。招待されてもいかんでしょ。報復してるか。隠し持ってたロシア資産が凍結されたんじゃねえのか。日本の議員は制裁しないの、日本の議員は入国禁止にしないの、すぐ手首切るブス感がありますね。なんか、ああ、ロシア。なんか見てもらいたくて、どうにもへでもね、報復発表してもらい、かまってほしくてね。日本の議員もあの入国して、もらいたい。ロシアにある資産凍結は一人しか困んなそうだしね。胸押しかね。決裁委員会でロシアを止めるには、とにかく話し合いよ、話し合いしかないとか吠えたらしいですよ。でね、あのロシアに歩み寄りの姿勢は全くないってバッサリあの切られたみたいですけど、維新はなんでね、あの宗男に黙ってろお前ちょっとって言わないかっつうと、橋本徹がロシア派ですから、丸山議員が北方領土は攻め込んで取り戻すしかないって、正論言ったんで慌てて恩出したのも橋本、維新議員にロシア大使館に謝罪に行かせたのも橋本と、橋本と、きっとね、橋本は金も下半身もロシアにお世話になってんでしょうね。丸がかえちゅんですか、金も下半身も、橋本徹が生きてるうちは維新はあのスパイ防止法には反対すっかもね。自分がスパイだから、橋本徹、ロシアのスパイ、まあ、中国のスパイでもあるかもしれないな。というわけで、あの支部長を募集しております。5月4日あデモで調整中であります。皆様ご参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。